怪しい船です。火種を用意しろ。用意できました。よし、すんだ。わかりました。将校たちに動くなと伝える。運気を乱す者は切り捨ててよい。はっ。乱れに動くなと将軍のご命令だ。運気を乱す者は首を切るぞ。はっ。こら、そこで何してる。そこに船を止めるんじゃない。わしら、旅の商人で大風を避けるために寄っただけです。ダメだ、のろし台は幼稚だ。どんな理由でも近づいてはならん。お願いでございます。この風さえやめばすぐ離れますので、お願いでございます。おい、何を積んでいるんだ。陶器や絹です。あれをご覧よ。うん、よし、風が止み次第すぐ出て行けよ。承知しました。消せ。父上、慶州からの援軍も準備が整いました。よし、繁盛が落ちるまであと一歩だ。武将たちを集め策を練るぞ。はっ。あそこです。何者だ。
味方だ。釣り橋を下ろして入れてくれ。松明をつけろ。ああ、これでどうだ。分かったか。城門を開けろ。早くしてくれ。うん、味方だ。開けろ。は